はい、ありがとうございます。では、残り、約15分ぐらいなので、また、じゃあ、7分半ぐらいお話をさせていただきましょう。改めまして、こんにちは、吉野俊明と申します。吉林です。今、質問で歴史の話がありましたけども、私が本当にこれを強く言いたいのは、やっぱり、がんと食の関係なんですね。今日も、午前中、リウマチの方、それから透析を受けている方、それからあるがんの方がいらっしゃいました。そのがんの方は30歳です。で、28歳で脳腫瘍の人も来てますし、それから一番若かったのは8歳で小児がんとか12歳で小児がんとかいう人たちもいます。で、こういう若年型のがん、今厚労省が取ってるがんの原因は酒・タバコ感染症という分類です。酒タバコはまあわかるでしょう。感染症っていうのはピロリ菌だとか、それからヒトパピローマウイルスで子宮頸がんになってるとかっていう、そういう理屈です。私も口腔領域が専門ですので、舌がんとか咽頭がんですとか、歯肉がんですとか、上顎頭がんですとか、これたくさん見てます。そしてそこからウイルスを取ってきます。確かにパピローマウイルスはいます。それからがんになってる組織をメタトロンで波動測定しても、やはりパピローマウイルスがあります。パピローマウイルスといってもね、200種類ぐらいあるんですよ。その中でも病原性が強いと言われたのは十数種類ですけども、違うんです。順番が。まずがんができるんです。そこが潰瘍になるんです。自壊して壊れるんです。そこにはウイルスだけじゃなくてバクテリアもたくさんつくんです。で、その炎症で悪化してさらに悪くなるんです。順番はがんが先です。これが嘘なんです。でね、こういう方たちの食事を調べると、今日もそうでしたけども、もうね、クッキーとかチョコレートだとかアイスクリームだとか清涼飲料水とか菓子パンとかラーメンとか、こんなのばっかり。全員います。そんな食べてません。必ずいます。で、これらを脱却した人ね、一切私のようにお菓子食べないとか、ジュース飲まないとか、加工食品とか冷凍食品とか食べない人たち、こういう人たちになった人たちは必ず同じことを言います。あなたはそんなに食べてませんって言ってましたよねって言ったら、申し訳ないです。相当食べてました。毎日職場で旅行とか出張から帰ってきた人からもらったお菓子を食べるのはカウントしてませんでした、ね、お中元とかのお歳暮でもらったものはカウントしてませんでした。駅で喉が渇いたなと思って自動販売機で買ったジュースはカウントしてませんでした。コンビニに行って週刊誌とかミネラルウォーターを買いに行こうと思ったんだけど、レジのところにあるフリスクみたいなああいう甘いものを買ったのはカウントしたことになってませんでした。お客さんが来た時にお菓子を出すためにと言って買ってきたお菓子をお客さんと一緒に食べたのもカウントしてませんでした。全員います。全員いますよ。で、もうグラフを見せればもう一目瞭然、小麦の使用量と悪性腫瘍の使用量は完全に正の比例です。1対1の関係です。食品添加物も同じ、トランス脂肪酸の使用量も同じです。全く同じなんです。加工食品、冷凍食品も同じ。じゃあね、こういうのを食べさせられるのになんでなったんですかって言ったら、戦争に負けたからなんですよ。先ほどね、マナピーも言ってたけど、不平等条約をたくさん食でも結ばされてるんです、日本は。で、小麦がそうなんですよ。小麦輸入したら、余ったら捨ててはいけないという条約に批准してるんですよ。食べなきゃいけないんです。だから給食にしたんですよ。脱脂粉乳、今日も70代の方来てました。私、脱脂粉乳で牛乳を飲んだけどまずかったって言ってました。まずいはずです。あれは家畜用に使ってた脱脂粉乳の使用期限が切れたものを日本に輸出してたんです。そしてアメリカの、ね、食料経済学になって大学に入ったらどうやって勉強するかって言ったら、いかにして廃棄食材を日本に売りつけて胃袋に入れるかっていうのが食料経済学なんですって。そういう学問なんです。で、我々は本当に食べたら病気になるものだけじゃない。これレンダリングって言うんですけども、牛さんとかね、殺して屠殺するでしょ。食べれないとこありますよね。首とか顔とかですよ。あと使えないとこ、大腸とか、あるいは廃用牛ですよ。お乳出さなくなった牛とか、あるいはオス牛とか、これどうするんですか。これちゃんと焼き場で焼いて骨壺に入れて下に埋めるんですか。するわけない。それだけだってお金がかかるから。じゃあどうするんですか。ミンチにして、そしてタンパク質等っていうものにして酵素で分解して、でそれで食材に混ぜるんです。皆さんね、冷凍パックのね、あ、冷凍パックで真空パックのハンバーグとかってコンビニとかで売ってるでしょ。ね、皆さんお肉買ったこと、スーパーマーケットとかお肉屋さんって買ったことがあるのかわかりますけども、100g の例えば豚肉って言ったら 100g だったら安くだって120円ぐらい、高ければ200円ぐらいしますよ。そうですよね。100g200 円なんですよ。じゃあ 100g200 円のハンバーグが200円で売ってますか？もっと安いですよ。148円ぐらいですよ。肉をミンチにして、加工して、味付けして、焼いて、真空パックにして、やったらなんで値段が下がるんですか？おかしいでしょ？全部安いですよ。そういうもの混ぜるからなんです。なんでそんな危険なもの混ぜるんですか？健康被害が出るって分かってるのに、条約を締結してるからなんです。なんでそんなことしたんですか？なんでそんな不平等条約つけたんですか？戦争に負けたからです。こういうものを調べたら、出るわ出るわなんですよ。つまり、我々が病気になったのは、そういう不平等条約を結ばされて、買いたくもないものを買って、それを仕込むために給食にして、味を覚えさせて、小麦なんかっていうのはものすごくこの中毒性が強いんですよ。欲しくて欲しくて欲しくてしょうがない。砂糖もそう、揚げ物もそう。で、これらが増えると癌が増えるんです。そうすると、僕が目の前にその患者さんがいるときに、もう助からないっていう人がたくさん来るわけですよ。で、かわいそうなんですけど、そのかわいそうじゃないの。日本という国がかわいそうなんです。騙されてるから。で、がんになるでしょ？そしたら、その治療薬っていうのをまたファイザーとかモデルナとかロシとかって、そういう会社からまた抗がん剤輸入するんですよ。で、ものすごくお金がかかるわけ。で、昨日来た方もそうでした。やっぱり高額療養費制度を使ってると、毎月13万とか14万とか使ってるんですけど、トータルの治療費が1億円ぐらいかかってるんですよ、やっぱり。保険でやったって。そのお金どこに行くんですかって。これグローバルビッグファーマーですよ。胴元は国際金融資本ですよ。ここに行くわけ。でも、現場の医者は何にも悪気がない。お注射してるのも同じ。善意の心が悪意を育ててるんですよ。誰も悪い人なんかいないんですよ。要するに騙されてるわけ。騙そうと思って注射してる人とか誰もいないんですよ。それをどうするかと。歴史を取り戻すしかない。取り戻すものは歴史なんですよ、皆さん。わかりますか？私もそうです。大学で医療の歴史とか医学の歴史なんて学んでません。通り一遍のところです。大事なところは今のところなんです。どこですり替え工作が行われたかっていうことを学んでないんですよ。戦後もそう。1945年から1955年ぐらいまでのその10年間の歴史を日本人は一番詳しく学ばなければいけない。そこなんです。次は明治維新のところ。次は神話を学ぶ。この3つを勉強しないと日本人に戻れないんです。ここが日本人を取り戻すところなんですよ。これらの研究は、研究しても論文にもなりません。なぜかって言ったら、してはいけないことになってるからです。多分いっぱいいろんな事実があるんでしょう。林勝先生がとかね、一生懸命その、ね、暴いてくださってます。本人もしてますから、皆さん勉強してください。で、そういうところちゃんと勉強すると、実はとんでもない嘘をやらされてた。なので、目の前の方が癌になってるっていうのは、これは戦争に負けて原爆で落とされてるのと同じことが今でも起きてるわけ。毎年38万人の人が癌になってます。この人たちっていうのは本当その被害者なんですよ。運が悪かったんじゃないの。タバコ吸ってるからじゃないの。酒飲んでるからじゃないの。ウイルス感染症じゃないの。食原病なんです。断言します。だって朝ごはんを、玄米食べて、ちゃんとね、お味噌汁飲んで、焼き魚食べて、お豆腐食べていう人いますよ。ぬか漬け食べてる。絶対癌になってないもの。なってる人はもう絶対そうです。お菓子、クッキー、ピザとか、チョコレートとか、アイスクリームとか。で、クッキーたった1枚ですよとか言うんですよ。ポッキーたった2本ですよとか言う。それがダメなのだから。本当に厳しく言うけど。で、これで我々は30人も40人もお金使わせてるんです。早く元に戻さないと。ここのところも教育なんですよ、やっぱり。僕は、教育よりも食育は先行すべきだという考え方です。でないと、この何十兆円というお金がなくなるから。騙されるから。おかしいでしょ？本当にね、大和魂を抜き取られてる。だから私繰り返し言ってますけども、皆さんがこの国を守るために、本気で戦ってください。本気でね。本当に本気でやんなきゃダメですよ。誰かがやってくれると思ったらもうダメ。だからこうなってるんだから。皆さんは本当に自分の人生を自分の主役として、自分が主人公で、ヒーロー、ヒロインとして生きてください。そうしないと間に合いません。もう。5年前だったらこんなきつくやらなくてもよかったけども、もう間に合わないんですよ。もう心肺停止状態なんですよ。明日になったら死んでるかもしれないんですよ。だから本当にね、みんなで一生懸命頑張りましょうよ。みんなで頑張るんですよ。みんなで一緒に頑張りましょう。